点入れ墨の入った方はお断りなんですけど、指輪はいいか、4点5本でも4点5本、あ、指輪で、指輪で大丈夫ですね。お宮さんと終わってどのぐらい経つんだっけ。終わって5年ぐらい経ちます、うん、終わって5年、5年じゃないでしょう。お宮さんが亡くなって5年は経つね。あ、そうですね。あ、じゃあ5年ぐらいですね。ギリギリまでやられてたんで。あ、もう一杯いきますか。あ、じゃあすみません、もう一杯。史上最速のピッチです。危ないですね。いやでもよくぞいらしていただきました。情熱バーにようこそ。いや本当ありがとうございます。なんかちょっと嬉しいですね。あの久しぶりなんだけど、久しぶりだな。でも久しぶりな気がしないっていう、うん、そうだな。やっぱりあんな毎年3ヶ月会ってれば大体そんなもんだよ、うん、それも10年続いてんだからな。本当ですよね。10年もやったの。あれ10年続いたと思いますよ、あの番組。俺は途中いなくなったからね。あ、そうですか。そのさらっと憎しみ持って言わないでください。相棒に行っちゃったじゃないですか。相棒に両方行ってた。最初からあっちの方が早いの。あ、じゃあ相当長いですね、相棒ね。だから21年目、2年目か。うわ、すごいです。もうとにかくお二人はもう現場でコンビみたいだったんで、京都に行けば。だからもうどうしてもどうしてもお二人呼びたい。もうね、最初からお二人のゲストって初めてです、うちの番組。あ、そうなんだ。もうね、途中飛び入りみたいな感じで増えるのはあるんですけど、いやもう今日はちょっとたっぷりの話聞かせてもらいたいんですが。飛び入りにする。え、飛び入りにする。もうこのインパクトじゃもう実はですね、この番組、あの僕がゲストに合わせたカクテルを振る舞ってるんですけれども、ちょっとあのお二人に合わせたあのカクテルを作りましたんで、お任せします。はい、ちょっと待ってください。よいしょ。高齢者カクテル。はい、同じカクテル。高齢者カクテル。名前は高齢者。いや、そうじゃないの。あ、高齢者カクテルでもよかったないや、名前があるでしょ。一応名前を。その名もおみやさん。おお、なるほどね。渡瀬さんに捧ぐ、うん、V だね。はい、V。 はい、一応おみやのね、あの 色を、はい、イメージしました。ちょっと、あ、いや、あの見てる番組じゃないんで、一応飲んでいただいて。これは取っていいの。取ってください。もう好きなように鼻に突っ込んでもいいし、お好きなようにしていただいて。まあまあ、まあ、じゃあ一緒にどうやね。はい、はい、どうぞ。どうですか。トマトジュースみたいな。トマトベースです。トマトとレモンとリキュール。なるほど。一応色が、あ、ありがとうございます。健康にいいと思うよ。健康にはいい。健康やっぱりほら、今いろいろウイルス大変ですからね。いくつまで生きるつもりやな、おっちゃん。すいません。縁側で日向ぼっこしてる老人の会話じゃないんですか。いくつまでいけるやちゃんだって。まあ続きはちょっとあちらのソファーでゆっくりお話しさせてください。
や本当に今日はちょっと本当楽しみに、ね、この日を待ってたんですけれども、ちょっと乾杯しましょう。はい、ありがとうございます。いやどうお久しぶりです。乾杯。じゃあここで、じゃあ失礼します。じゃあすいません、京都で一緒だったね。はい、一緒でした。ありがとうございます。いや10年ぐらいぶり。10年。いやそんなに10年じゃない、経たないよ。立ちも10年は経たないですよ。10年前から付き合ったかな。そうですね、10年以上前ですね、きっとね。もうおみやさんと終わってどのぐらい経つんだっけ。終わって5年ぐらい経ちます。終わって5年経つ。5年じゃないでしょう。わざわざが亡くなって5年は経つ。でもあ、そうですね。あ、じゃあ5年ぐらいですね。ギリギリまでやられてたんで、いやでも、もう毎年3ヶ月はいましたからね。そうだね。べったりだもんね。べったりでしたね。特にだってで、不破さんはもうなんか渡瀬さん好きみたいな感じで、手塚君と二人でね、毎日お付き合いしてましたね、不破さん。してたね。いや、すごかったと思って。いや、でも楽しかった。楽しかった、楽しかった。あ、そう？この人と違うからね。いや、この人はもうほら、昔から付き合ってるからね。その、あれがあるんだよね。なるほど。そうだね。何年ですか、私さんと。51年か。もうそんなになりますか。だからもう渡さんが映画界に入った時からもう付き合ってるからね。渡さんがね、俺より半年先輩なんで。え、そう、半年先輩なの。あの年齢ではなく、あのキャリアが入ったのがね。じゃあ年齢もキャリアも3つ上。渡さんが、あ、先輩でよかった。あんな後輩かなんだな。これ渡さん後輩だったら どうなっちゃいますかね。ゆうちゃんとか言っちゃうんじゃないですか。今の間も、いやいや、そんな可愛いこと言わない。ちゃんはつかない。あ、ちゃんはつけないですか。まあ、その辺しっかりされてますもんね、渡さん。でも本当昼間ぐらいしかフリーな時間なかったじゃないですか、渡さん。まあそうだね。ジム好きで、僕もジム好きなんで。ジム行ってないよ、マンちゃん。行ってたか。行ってたよ、ずっと。で、同じ大体時間に大体ジムでプールであったり。やることないじゃん、もう撮影の最中って。映画見るってさ、いつ呼ばれるか分かんないしさ。ずっと見てましたね、プールで。で、夜は撮影なくても、あの高橋っていう。そう、ね、あれかなのね、京都の撮影。あれかなでもあれが楽しかったじゃん。まあ、そういうのは僕も毎日は行ってないんですけど、僕もマイペースなんで、でね、もうすごいピッチ早いじゃないですか、知っての通り。もう翌日、もう最後まで飲んで終わってんのにいて飲むタイプなんで、朝辛くてしょうがない。でもあれ、俺は上で泊まってるからね、まんちゃんも。だから逃げられないからね。あれ関所みたいですもん。上一応説明しますと、1階が飲み屋で、上がまあ宿っていうね。でそこの宿に行くには飲み屋を通らなきゃいけないという。どんだけあの若手の役者がみんなドキドキしてあの関所を。もうこの2人に渡せさいたらもうどっかの組の会合ですよ。みんなドキドキして。いやでも楽しかったですけどね、確かに。面白かったな。俺やっぱり亡くなってこの5年ぼーっとしてるんだけどさ、なんか足んないなと思うよな。あ、そう、分かりますね、あの生活と。あと渡さんあんまり実家ないんだよね、もうずっと一緒だったからね。ママちゃんとかじゃあ10年ぐらいか。10年の密度が濃かったんで。いやいや、あの付き合いとしてね。で割とあの撮影ない時でも割と呼ばれてたりされてません？呼ばれてるよ。ですよね。で芝居もほら皆さん一緒に来ていただいて、そうそうそう、僕の作品も。俺演劇を見ないタイプだから、ジョーの芝居が見たことないもん。ありがとうございます。まだ演劇っつってるからね。演劇、普通芝居って、ね、演劇と言わないの？演劇と言わないな。でもっと素人になると劇って言うんですよ。劇っていう人はもうド素人。だいたい劇ですよ、みんな一般の人は。ジョー君の劇行くからとかって。そう、他は見ないですか？一切見ない。見たことないわ。多分行かないと思うわ。ジョーのお前さんの舞台、下北沢で見てから、あれ以外見たことないもん。ありがとうございます。演劇を見ない主義だから。主義、あ、映画は見るけど。映画見るよ。
不破さんはでもその意味わかんない芝居も見てほしいですよね、うん、仲間っていうか、まあ、一緒に番組やってる人は今度片桐さんは芝居やってますって俺悪いけど演劇鑑賞しないからねって言ってあるの、声かけないようにしたのに大丈夫ですかもう電波に乗っちゃいますけど、うん、まあ全然大丈夫一応僕だけは来てくれるという全然大丈夫だよありがとうございます言ってるからみんなにそれは変わんないよ多分あ変わんないです、うんそう頑固そうですもん。あもう一杯来ました。うん、あじゃあちょっと待ってもう一杯史上最速のピッチです。はい、最初からね2人のゲストっていうのも初めてなんですよ。あ本当。こうやって、うん、一応飛び入りみたいなのはあったんですけど。そういえば一条くんも近いのにねここから。一条くんも近いの。一条さとし。うん、近いしたってこれ。近いよ。そうだな。あ本当ですか。一条この辺に住んでるわ。電話しますか、ね。電話。呼ぼうか。呼ぼうか。上がっていいじゃん。ねもしいれば。いればね。あのじゃあ一応かけてみますかね。うん、いいじゃん。それも取ってくる。一条さとしという大宮さんに出てた、うん、ね, ね若い。一番若手だよ。一番若手ですよ。マジも若かったもんね。若手の二の線ね。二の線、うん。じゃあ一条ちょっと。お一。お、ジョーだけど、うん、おお今ね、お久しぶり、今、元気、今ね、あの俺のトーク番組の収録中で、不破さんとね、うん、龍二さんがゲストで来てて、うん、ちょっと一の話になって、今から電話して、浅草で撮ってるから、お前来ないかって言ってるけど、来る、うん、あこの時期ですから、ちょっとって。一応ちょっと変わりますわ。まず不破さんから。どんな番組だ。お久しぶり。あ、不破です。どうもどうも。どうしてる？一応こっちにも分かるような会話にして。あ、本当。スピーカーにしましょう。スピーカー。うん。ってるような感じだったんで。なるべくちょっとそういうのをこうそれがあったんで今ちょっとそういうのをこうなるべくこう正しいと思うんですけど、うん、それはもう、うん、ベストの選択だと思うよ。まあ、マスクとかしてるんですか不破さんとか。じゃあだからしないでやってるのよ、うん、一応シールド貼って、うん、シールドやってる。シールドで。あシールドで、うん、シールド。不破さん今年で片桐さんと不破さんおいくつになるんですか。150歳やったら、それこれから俺が聞こうと思ってたからそれ聞くかとりあえず生きてるよ今ね。スピーカーに途中で気づいて今スピーカーになってるから、ね、今スピーカーになってるからみんな聞こえてるからな。あ、本当ですか。今リュウジさんにもじゃあちょっと皆さんも元気だったら何よりっすよ、うん、同じ時期だから。おかげさんで、リュウジさん、あ、よかったっす、よかったっす、うん、ちょっと片桐に変わるよ。あ、はいはい、どうもどうも。いや、更新なくても大丈夫です。明けましておめでとうございます。これで、はい。おめでとう。ありがとう。もうやってんだよ。ありがとうございます。非常に呼ばれてきてんだよ、今。あ、本当ですか。うん、で今、お前じゃ、近いよと思ってさ、電話したんで。いや、ありがとうございます。思い出していただいて。別に、あれとくらいいじゃないか、近いんだから。ちょっとこの時期なんでね、ちょっとやっぱり。最近みたいな3人だと思ってるから自粛っていう感じなんですけど俺とまんちゃんはね、2週間入院して退院したばっかりなんだよ。え、そうなんすか。そうだよ。ちょっとなんか、いいかげんなこと言えない。本当なのか冗談なのかちょっとわからないことやめてください。今高橋の話してたの冗談に決まってんじゃねえか。高橋の話してたんですか。そう、それで一のことを思い出して、うん、そうそうそう。ああ、ありがとうございます、うん、まあ、小さい子がいるからな、かかると困るからな。まあそうですね、うん、我々はどっちにしたって大したことないんで、あとは生きてる時間が短いからもうな。いやいやいや、もう昔からそういうこと言うおっしゃるのやめてくださいよ。なんでだよ。ちょっとお願いいたしますよ。そんな寂しいこと言わないでください。もうまんじ寂しくなっちゃうじゃないですか。まんじと俺と二人合わせて 150ぐらいになるからな。ああもうそうなっちゃうんすね、うん、もう2050年までどうやって生きようかと思ってんの考えてんねすごい野望だ。全然違うじゃないですか。長生きされてください。ちょっと落ち着いたらお会いしたいですね。まあ久しぶりな、声聞いたから一緒のな、うん、うん、いやジョーさんもなんかわざわざご連絡いただいてありがとうございます。ええー、とんでもないとんでもない。これリラックスした番組なんで、まあ、ちょっとジョーと変わるからね。
ありがとうございます。ちょっと今ちなみにあのカメラ回ってるからね、はい、カメラを回ってね、一応途中でスピーカー気づいてスピーカーにしたんだけど、うん、じゃあ本当、うん、いやあのじゃあ元気にやってんだったら何よりだよ、嬉しいです。いや、よかったです、皆さんの声聞けて、あ、よかったよかった、うん、うん、なんかちょっとコロナ落ち着いたらお会いしたいですね。そうだね、なんかまた会いましょう、うん、今度、うん、そうですよね、じゃあ、うん、あのこのままにして実況中継にしよう。YouTube で配信してるんですか？生じゃないよ、生じゃないけれども、そうなんです、ね、そうなんです、ね、そうなんです、うん、じゃあ奥さんと お子さんにもよろしくお伝えください。ありがとう。じゃあちょっと皆さん あの本当にご健康とか、僕も どからお祈りいつもしてますんで、ありがとう、ありがとう。30仲間の未亡人がいたら俺に紹介して。もうね、ものすごいピッチで飲んでるから今、リュウジさん。ありがとうございます、皆さん気をつけて、はい、はい、ありがとう、まあ、落ち着いたらまた一緒に会いましょう、うんうん、はい、それじゃね、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとう、はい、はい、失礼します、失礼します。すいませんね、番組の途中で。いえいえ、これがまたね、もうこれがまたね、あのどんな番組かっていう話で、何の話してたかも分かんなくなっちゃったっていう。結構尺稼いだ今な。尺使えないかもしれない。使えないんだ。最初からスピーカーにしてればよかったと思って。いろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことだフロンティア363-133。またさ、なんかに日本一喧嘩が強い役者って噂が流れてますけど、こ、ね、れについてはちょっとノーコメント。ということは強いですかね。だから知らないよ。もうその表情で分かりました。どう思いますか。いや、俺は強いと思うよ。みんな言うんだからね、強いんじゃないよ。やったことないけど、一回やってみたことな、おっちゃん、一回やってみたことな、一回しばかれました。いや、あったよ。あ、うん、私さんにこうやってちょっとパンチ打ってみろっつって、バーンってパッとこう避けられてさ、それじゃスピードが弱いんだ。ダメなんだ。ちょっとお前やってみ、パチッ。やっぱりすごかったですか。早い、ね、早い。やっぱ空手やってたの。あ、そうか、空手らしいね、俺は知らんけど、うん、でも あんまり知らたくないんだよ、俺。あ、そうですか。俳優渡辺すみ君については一番よく知ってるから。そうですよ、渡辺さんのお話、うん、でも月命日、ほら、毎回毎月行かれて。俺は行ってないよ。もういい。あ、でもほら、一回連れ、俺はずっとやってる。連れてっていただいて、うん、あ、ある時ね、もう手合わせたかったんで、うんうん、その時に、うん、風が吹いたんですよ。ふーっと前と後ろにこう投げて、俺あれ渡ってたんだなって。いや、そんなことはないだろう。いや、わかんない。いや、窓は開いてなかったんですよ、うんうん、ふーっと触れたんですよ、何かが、うんうん、なんか俺は、あ、これ渡ってたんじゃないかなって思って、うんうん、俺だから月明日行ってて、ちょっと渡さんの悪い部分をちょこっと喋ったりするじゃん、はい、その時なんかパンチふっとケアが感じる。なんだまさか、まさかって言われてるわけ。それは俺が喋ったらやることないから、本来写真も書けば。だって一番よく知ってんだよ、俺が。チャンネル登録よろしくお願いします。俺は帰るから、お前たちは今至急現場に行け。ただし交通費は自前だ。はい、はい、長いなぁ。いいんじゃない。エジプトで言うと、まあ、和田さん、俺も1ヶ月いた役よ、映画で、ね、そうだ、和田さん、付き人に、そう、和田さんの部屋の鍵貸せと、で、俺買って、本人ロケ行ってるからね、部屋開けて、俺ね、水もこの人、その水半分ぐらい俺の部屋に持ってきて、全部ビールも、で、帰ってきて、本人が、おかしいな、ビールがないな、とか言ってそんな、人のパスポートで勝手に運営に行けるって言ってた。まあ、三浦春馬君が亡くなったじゃない。はい、そうですね。これね、小学校1年か2年だったの、その時、うん、ずっと1ヶ月行って、あ、3月だから春馬君だったんですか、子役の春馬がね、マクドナルドが食べたいって言うから、俺探してさ、一人で帰る街、勝手に誰だりしてたのよ、うん、
ろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア 363-133